こんばんは、きよきよと申します。本日は難しい空港に着陸しよう第2弾ということで、いよいよですね、この第2弾から世界中の空港にチャレンジしていくというような内容になります。よろしくお願いいたします。本日は南アメリカ、ブラジルのリオデジャネイロの近くにあるサントス・ドゥモン空港の方にやってまいりました。こちらサントス・ドゥモン空港はですね、リオデジャネイロの郊外から約2キロしか離れてない場所の海沿いにある空港となっております。リオデジャネイロ付近にある空の玄関として1936年から開業を始め、現在はですね、国内線のみが運用される空港となっております。サントス・ドゥモンの名前の由来ですが、ブラジルの飛行機の父、飛行機王と呼ばれるアルベルト・サントス・ドゥモンから取られた名前となっております。滑走路の長さですが、02ライト側が1323メーター、02レフト側が1260メーターということで、どちらも1500メーター未満の滑走路となります。着陸できる飛行機が、ボーイング737もしくは、エアバス A320 以下の飛行機となります。滑走路が海にせり出して設けられていますが、空港自体が市街地にあることにより、日本の伊丹空港のような時間制限がございます。滑走路02ライトレフト、の延長上に、ポンジ・アスーカルと呼ばれるリオデジャネイロのランドマーク的なものがございます。こちら、ポンジ・アスーカルは、頂上までロープウェイで行くことができます。しかしながら、このロープウェイの影響により、飛行機はこのポンジ・アスーカルの上を通過することができません。滑走路02レフト・ライトに着陸する場合は、ポンジ・アスーカルの右側を通過するか、リオデジャネイロの中心街から180度旋回して空港に着陸するかのどちらかになります。今回はリオデジャネイロの中心街から180度旋回して空港へ着陸するという内容をお送りしたいと思います。サントス・ドゥモン空港のアプローチに入りました。今回アプローチするバールナブ02ライトウィスキーなんですけども、こちらリオデジャネイロの街の上を飛びますので、スピード制限がございます。まずですね、160ノットまで下げます。フラップは1から2へ下げます。今回降ろすサントス・ドゥモン空港は滑走路が1500未満なので、オートブレーキのミディアムを押しておきます。このロミオ・ジュリエット031というところから高度をどんどん下げていきます。トラックモードをオンにして、降下のパスは2.8度ですね。こちらに合わせます。高度の警報が鳴るので、ワーニングスイッチを押して警告を消します。ミスアプローチを設定いたします。もし着陸ができなかった場合の高度ですね。こちらは5500フィートを設定します。正面にリオデジャネイロの中心街と、右側にですね、ポンジ・アスーカルが見えてまいりました。まもなく空港のアプローチに入ります。ギアを下ろします。
速度をマネージドに戻し、スラップをフルにします。正面に小高い山が見えてまいりました。この山を越えましたら、機体をですね、180度旋回させて、サントス・ドゥモン空港の滑走路に合わせて着陸していきます。オートパイロットディスエンゲージ。機体をゆっくり左へ旋回させていきます。行く。コンティニュー。滑走路がまだ見えていない状態でミニマムというコールが鳴りましたが、このまま着陸を続けていきます。このルートで降ろしてくることのメリットとして、このようにポンジ・アスーカルを眺めながら降ろすことができます。ただし海が目前に迫ってきているので、あまり注視することはできません。ランウェイインサイト、滝なしクリア。滑走路が短い関係上、なるべく早く機体を設置させたいので、滑走路のパピに対して低めを飛びます。リバース。無事にサントス・ドゥモン空港に着陸することができました。
サントス・ドゥモン空港の着陸はいかがでしたでしょうか。空港直前で180度旋回するというダイナミックなアプローチをするとともに、滑走路がですね、1500メートル以下となっておりますので、着陸後はすぐにリバースをかけてブレーキをしなければいけないという難しい空港となります。皆さんも南アメリカのサントス・ドゥモン空港にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。本日の動画を終了したいと思います。それでは、良いフライトを。